皆さんこんばんは、ななみです。今日はキャリーパムパムさんメイク風をやってみたいと思います。それではビデオスタート。金髪もウィッグをかぶるので、こんな感じで一番明るいカラーのアイブロウを使っていきます。どんな眉毛の形してるのかが全然わからないから、右側がちょっと太いかなっていうのだけ見えるから、この辺は描いておきます。こんな感じで太くしとけば、ちょっと見えた時にあればいいかなみたいな。アイマスカラも一応塗っておきます。一応ね、しかもブラウン系だから、ちょっと塗ってもあんまり意味ないっていう。そしたらエクセルのアイシャドウを使っていきます。まず最初にこちらのホワイトのカラー、そして次にこちら、まぶた全体にブラウンをのせます。目尻側に結構アイシャドウをのせてるイメージがあるので、こちらものせます。ここにいっぱいのせちゃう。で、下まぶたもこのカラー入れちゃいます。結構ね、下らへんから入れてる。こんな感じでいいかな。ケイトのダブルラインフェイカーで涙袋を描いていきます。涙袋を結構がっつりブクッと描いちゃう。こんな感じでしょうか。ちょっとやりすぎなぐらい今は塗っといて、じゃあ涙袋をここで作っていきます。キャリーさんといえばなんか涙袋のイメージがすごいあるから、ここはがっつり塗っちゃおう。もうほんとがっつりラインはジェルライナーで塗っていきます。まず目の形に沿って塗って、多分ね、黒目のとこが一番高くするように塗った方がいいんだろうな。ここ、ここさ。で、目頭のところをしっかり丸みを帯びながら塗る。もう目頭のところは難しいかも。あ、でも結構がっつり塗ってますね。私も塗ってるけど、パミュッパミュさんもかなり塗ってます。ここ目頭のとこで目尻をすごい下げてるので、下げさせます。で、ここにちょっと丸みを作りたいので、ここも塗ります。目頭のここの部分にも結構白いアイシャドウをのせてるから、ここものせます。つけまつげはこういうなんか結構束感の強いものを使います。結構上向きにつけてるので、こういう風に上向きでつけます。ピッと目尻は自然に流してるけど、結構ここはもうほんとこんな感じよ。で、アディクションのアイシャドウをちょっとだけ涙袋に足します、うん、こんな感じでちょっとだけ。そしたらノーズシャドウを塗っていきます。こう鼻頭は太めでいいかなと思うので、普通の自分の鼻に沿って塗っちゃいます。こういう感じ、シューッと鼻は小さめに塗ります。ちょっと鼻の穴のここを広げたいので、ここを少しだけシャドウ塗ります。ちょっと鼻を、この鼻の横を広げる。ハイライトはちょっとマックなもので、鼻の骨の部分もうまっすぐ塗っちゃいます。ここね。そしたら 3C のチークを塗っていきます。割と広めに入れてるので、ここがっつり広めに入れちゃいます。リップはロレアルパリのシャインオン918番を塗っていきます。で、シェーディングしていきます。はい、こんな感じでキャリーパムパムさんになりたい日のメイクが完成です。この動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。